はいどうもりょういちです。今回は 7days to die α17 のゾンビ迎撃システムをご紹介したいと思います。もう目の前にねありますね。これが完成した α17 バージョンのゾンビ迎撃システムです。α17 になってね、ゾンビのね動きがねだいぶ変わりましたね。柱を狙ってくるようになって、で真下を掘れるようになってと、いろいろ変わって、既存のねゾンビ迎撃システムとか使えなかったりとか、結構拠点がすぐね壊れちゃったりとかね、するとは思うんですけどね。そこで開発されたのがねこちらですね。ほとんどねα16 のバージョンとね素材のコストはね変わってないですね。逆に少なくなったかもしれないというぐらいのね、簡易な、ものになってます。木だけでね作ってますね。とりあえずプロトタイプバージョンと、ね、名付けておきましょう。でまだまだねこれは拡張もできるんですけどね、とりあえずこのプロトタイプバージョンのね、性能をね見てみましょう。そして立ち位置は真ん中よりちょっと内側ですね。内側でも行き過ぎると、ギリギリ過ぎるとゾンビがねちょっと乗ってきちゃったりとかするんでね、とりあえずちょっと下がるぐらい、後ろ過ぎると反応しなかったりね、ゾンビがねうまく反応しなかったりするんで、結構立ち位置は意外と難しいっていうか制限されるんだけど、とりあえずゾンビを召喚してみよう。よし、召喚、ゾンビ召喚しました。さあこうやってね律儀に登ってきてくれるんだよね。で落ちていく、落ちていったらそいつらはまた階段のね、階段の一番下のところまで綺麗に並んでね列を作って登りに来てくれるわけですよ。これがずっと続くわけですね。これがこの α17 バージョンのゾンビ迎撃システムの基本的なね動きになります。まあ結構ねゾンビがね大量に来たりとか、まあ走ってるやつとかいろいろ変なやつが来るとね、イレギュラーでねちょっとうまくいかない時とかあったりするんだけど、基本的には、できますね、通用します。まあスパイダーとかね、あとフェラルワイト、そういうやつらはねスピードが速かったり、スパイダーは今回なんかジャンプ能力がね備わってしまったから飛び越えてきたりとか乗っかってきたりとかね乗っかってきたりとかするんだけど、まあそういうのでない限りはなんとかねいけますね。フェラルもねワイトはね結構スピードが速いからそのまま来れちゃうんでね、そのまま走って、他のフェラル化はなんとか落ちていくんだけど、ワイトだけはね移動スピードが速いからね普通にこのままね乗り越えてきますね。あと一応警官にもね通用するんだけど、警官はね自爆とかゲロとかあるから、まあやっぱイレギュラーにハプニングが起きやすいですね。自爆なんかされたらね、まあ登ってきたところをなんとか殺しきれたらいいんだけど、殺しきれなかったらね自爆してねあの辺が壊れちゃうから、だからあんまりね効かないですね、うまく殺せないと。とりあえずザコにはね全然行きます。であそこのね通ってるところにねキャンプファイヤーとかね敷けばね自動的に燃えてくれるから処理することも多少はね簡単にできますね。まあスクリーマー湧いちゃうかもしれないし、あとキャンプファイヤーの火だけで倒してもね経験値はもらえないから、だからまあここで弓とかでね仕留めていくのがねいいでしょうね。そしてねここのブロックにねはしごとかなんかハーフブロックとかなんかジャンプするようなね、ゾンビがジャンプするようなブロックをね置けばね、この手前でジャンプしてもっと安定したりとかも、しますね。ここがね壊されにくくなったりとか、まあスパイダー対策にもね、若干なります。まあ完璧ではないけどね、こうするとねこうやって乗ってねで落ちていくんだよね。だからフェラルもね多分ね止まるからはしごだったらいけると思うんだよね、うまく。多分ね薄いから、はしごだったら薄いからジャンプした時にそのまま落ちてくれる、そんな感じでね。4分の1とかだと幅があるからジャンプした時にそのブロックの上に乗ってまたそっからジャンプして来られるんだけど、はしごだったら多分ねワイトもいけると思う。ワイトも召喚してみるか。よし、ワイトをちょっと1体召喚してみよう。さあどうなる。さあいけるか、いけるかな、怖いな。あ、来た、あ、後ろに詰まってる。詰まってるとねイレギュラーになるからな。あ、いけたわ。いけるっぽいな。ワイトもやっぱはしごだったらいけるかな。まあ完全じゃないかもしんないけどね、たまに失敗したりとか壊されたりする可能性はあるけど、乗ったりしてる。早いやつがいるとねちょっとイレギュラーが起きやすいけど、まあまあなんとかねワイトにも通用しますね、はしごを置けばね。
まあ敵がね大量に来たり、あとデブとかかな、遅いやつがね来るとね団子になったりしてね、あの後ろの詰まったやつがね壁とか殴ったりとかね、あの攻撃モーションになって殴ったりする可能性はあるからね、完璧ではなかったり、あとこの立ち位置によっては後ろすぎると反応せずにあの辺の壁殴ったりとか、あと前すぎるとやっぱ踏み切ってきたりとかね、することもあるから、まあはしごついてれば前すぎてもいけるかもしんないけどね、その辺はだからねちょっと不安定な部分はまだまだあるんだけど、とりあえず簡単に作れてね、なんとかまあ多少の安全はね確保できる、まあそれなりに迎撃しながら戦えば持つ施設かなと、ゾンビ迎撃システムかなというところですね。まあこれもねアルファ16のバージョンと同じようにねプロトタイプだからまだまだ改良の余地があって、この幅を広げてね普通に強化したりとか、これをまた4幅とかにするだけで多分ね頑丈にもなるだろうし、さらに動きやすくもなって戦いやすくもなるから、これだとね即席すぎて動きの幅が制限されてねなかなか厳しいけど、とりあえずまあ一番低コストで作れるねパターンね用意したけどね、いろいろ本当にアレンジはね可能ですよね。まあ、トゲとかねこの辺に置いちゃうと避けていくだろうから、あんまり効果はないかな、敷き詰めたらね効果はあるだろうけどね、トゲとかあんまり置いても意味はないかもしれないし、まあでもいろいろね工夫はできますよね。これのね超巨大なバージョンめっちゃ長くして、階段をね大きくして、ここもねかなりでかくしたバージョンを作れば結構ね警官とかにも対応できるし、で落下ダメージでね勝手に死んでいくから、何周かゾンビがね下だけでね落下ダメージで死んで、階段登ってくんのもかなりの時間がかかってね、大量のゾンビにも対応できるしね、結構ホードでもね一回使ったんだけど、全然対応できましたね。だからいろいろなバージョンがねアレンジができるかなというところですね。だからこれを巨大にしたやつはねなかなか強いから普通に使えるレベルだと思う。これをね40マスぐらいかな、40マスぐらいか、もういくらでも積んでもいいと思うけど、まあ、いくらでも積みすぎたらあれかな、敵が下に反応しなくなるから、まあ敵が反応するぐらいの、距離感でもう積んでやればね、普通に階段を登ってくるところを上から見てて狙い撃つこともね可能だしね、普通にね、戦いやすかったですね。まあとりあえずの簡易的なねゾンビ迎撃システムアルファ17バージョンのねご紹介でした。またね別のバージョンとか、別のゾンビ迎撃システムとかもねアップしていきたいと思います。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。